日から1泊2日でふるさと体験 in 宮崎翡翠海岸にいらっせが実施されました。これは小学生を対象にふるさと体験 in 宮崎翡翠海岸にいらっせ実行委員会が主催しているもので、学ぶ意欲や自立心を育もうと平成19年から始まった事業です。今回は東京都や千葉県、旭町から合計17人が参加しました。8月20日の午後にはカルチャーセンター宮崎で宮崎漁港で水揚げされた白ガレイをさばく体験や勾玉作り体験を行いました。自由時間にはじゃんけんをしたりボールで遊んだりして児童らが交友を深めました。神奈川県の川崎市、釣りをしたり魚をさばいたり、今後も使えるようなことがいっぱいあって、でそれを学べるのが楽しいです。違う話も聞けて、ここの秘密とか、それがいい出会いだなって思います。最初は分からなかったけど、職人さんにしっかり教えてもらって、ちゃんとできたので良かったです。最初はぬるぬるして気持ち悪かった。夕食の準備では盛り付けや配膳を真剣な表情で手伝っていました。児童たちは自分でさばいた白ガレイの唐揚げを頬張っていました。